一般的に何かしら演説終わった後にマスコミが囲んで質問してくるんですね。それに対して私が答えるっていうやつをやるんですけど、ついでなんで皆さんにも見ていただこうと思いまして、ね、プロの質問とはどういうものなのかっていうのを皆さんにハードル上げたりしてね。マイク渡した方がいいんちゃうかな、マスコミの方にも皆さんがどんな質問してるのか聞いてもらうために。まあ、一番はなんだろう、マイクなしでやっちゃうと喉潰しちゃうんですね。こういうやり取りしちゃうと、だからマイクを通してやるということなんですけれども、ごめん、何がどうなってるのか分かりへん、ちゃんと説明して誰か。分かりました。じゃあどうしましょう。では、令和新選組代表山本太郎に対する囲み取材、マスコミの方から直接質問を受けます。どうぞ、どなた。はい、これじゃ上がらない。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。演説の終わった後に囲み取材、マスコミの方から頂戴、それ頂戴。すみません。これ気持ちいいわ、これぐらい大きかったら。これ今何やってるかって言ったら、ごめんなさい、さっきも説明したんですけど、演説が終わった後にマスコミの方に取材を受けるっていう囲み取材っていうのが一般的にあるんです。で、それをどうせだったら皆さんにも聞いていただこうと、どんなやり取りをしてるのかなってことを、皆さんテレビで切り取られたものしか知らないじゃないですか。だから皆さんにも見てもらう。で、マイク使わないと私の喉がやられちゃうので、どうしても皆さんに聞こえてしまうっていうところから出発したものでございます。ではお楽しみください。神奈川新聞の方から、ご質問いただきました。私たち令和新選組は神奈川2区、つまりは菅さん、菅元首相の、お膝元で私たち候補者を立ててるんですね。横浜市西区、南区、江南区の皆さんの地域です。で、その意義は何だということを聞かれました。ありがとうございます。日本って先進国の中でただ一つ30年に及ぶこれ不況が続くんです。経済不況が、他の国にこんな国ないんですよ。30年実質賃金が下がり続ける国、日本だけ。30年の不況で所得の真ん中が131万円下がってる国なんて日本だけなんですよ、先進国で。それだけじゃない、どうしてこのような国が壊れたかっていうと、雇用の破壊を行った、非正規を増大させた、そのことによって当然これ収入を減らした人たちが物を買えなくなる、買いづらくなる、そこからさらに社会にお金が回らなくなったんですね。結果非正規労働者の増大とともに実質賃金が下がるっていう、こういう現象が起こってるわけです。そこに加えて消費税です。消費税、世界でもこれは景気悪い時に増税するバカな国家は存在しないんです。日本以外、日本だけ。逆に世界は減税するんです。ある意味で日本の30年の破壊の先頭に立ったのがこれ自民党なんですね。雇用を破壊することによって安い労働者を大量に手に入れること、それは誰のためになりますかって言ったら大企業資本家にとってプラスです。消費税は皆さんの社会保障に使われてるんじゃなくて、大企業に減税するために導入されている税金なんです。消費税が上がるたびに法人税下がってるんですね。穴埋めなんですよ、皆さんが払ってる消費税は。そう考えた時に大企業資本家を中心に票をもらって金をもらってという勢力、これ自民党です。30年国を壊してきた、逆に国内を草刈り場にして一部の人たちだけを儲けさせてきたっていう一員ですよね。菅さんも、神奈川新聞さん、そうですよね。これに対してブレーキをかけようとした人ではないんですよ、菅さんは。
逆に言ったらそれを進めていく立場にいた人なわけだから、当然30年のこの国を壊してきた、失われた30年を続けてきた、作り出したというものの責任をやっぱり取る必要がある。当然そう考えた場合には神奈川2区、ここに候補者を擁立するってことは必要なことであろうと。で、普通の候補者ではやっぱり困るんです。なので私たち令和新選組の三好亮、三好さん手挙げたらこっち来てね。三好亮は外交官だったんですよ。外務省でロシアの日本大使館にも勤めてた39歳で、彼が勇気を持って外務省を辞めていろんな政党で政治にチャレンジすることを考えたときに、令和が一番ガチで喧嘩してるな、ここしか選択肢はないってことで来てくれたということなんですね。はい。なので神奈川2区に立てる神奈川2区に元総理のお膝元に私たちが候補者を立てる理由は何か。日本を30年破壊してきた、国内を草刈り場にし国民を貧困化させて超絶格差社会を作ったということの先般である一人、そのお膝元に候補者を立てるのは当然のことであると。そこに対して迎え撃つといいますか、私たちの、候補者として三好亮、外務省、外務省で働いてきた人間、明日からでもすぐ即戦力になりますというものを、候補者として、立てたということでございますね。そういうことです。で、経済政策云々に関しましては30年不況が続く国なんてこれ恥ずかしいですよ。世界でも異常なんです、こんな状態。先進国2000円3000円、時給に直して2000円3000円、当たり前ですからね。それを考えた時に日本だけ実質賃金下がり続けてるって、これどうしてですかって言ったら、国民の努力が足らないからじゃないんですよ。国民は死ぬほど頑張ってる、痛みに耐えて頑張ると言われた小泉時代からどれだけ頑張り続けてきてる。頑張ってないのはたった一つですよ、政治だけ。それを考えた時に徹底した経済政策で国を立て直すってことが基礎中の基礎、基本中の基本です。賃金が上がる、そんな社会を作っていきます、口では言います。でもやってることでは無理なんです。積極財政、国がちゃんと支援していきます、減税しますってことを格闘言ってるけれども、彼らの小幅な政策では傷口は広がるばかりなんですよ。どうにもできない。30年の不況の中にコロナと物価高がやってきているっていう現状を鑑みれば、徹底した経済政策が求められる。それをしなきゃ話が始まらないってことなんですね。なので各党と比べて私たちはかなり大胆な政策を打ち出していると思うんですけれど、これ世界では当たり前です。普通にやられてます。日本国内で見れば私たちが突飛なことを言っているように見えるかもしれないけれど、とんでもない。不況の時にはお金が回らない、お金が回らない状態を不況と呼ぶ。その時にはどうしますかって言ったら、これ減税します。当たり前なんですよ。回ってないお金を間引く行為が税金ですから、これを減らしてあなたの手元にお金を置いておけるようにする。社会保険料を減免する。みんなの使えるお金を増やす。購買力を高める。そのことによって誰かの消費が誰かの賃金に変わっていくっていう循環に変わっていく。そうすれば社会にお金が回り出すわけですよね。景気が良くならない限り賃金なんて上がりません。為替の差益だったりいろんなもので儲けてる企業以外は無理やり賃金上げて首絞まってる状態ですよ。上げられてないところもいっぱいある。それを考えたら30年の不況を終わらせる必要がある。失われた30年を取り戻す戦いですよ。失われた30年の所得をみんなで取り戻して国をもう一度立て直すってことをやらなきゃ、この先の日本は地獄です。そういう覚悟を持っている政党として私たちは政策を、提案していると。他のところと違うのは当然です。やつらはこれまでの仲良しクラブのままでいようとしている。財務省に嫌われたら天下は取れないと思っている。マスコミを敵に回したら無理だと思っている。大企業に対してのプラスになるようなことをここで引っ込めるわけにはいかないというふうに思っている。私たちはそんな忖度しない。今一番必要なことは何か。個人や民間の努力でどうにかできる、そんな状況はとうの昔に終わってる。政府という主体が経済政策という武器をもとにこの国の経済を立て直していくときに来ているってことです。他とは全く違います。さあ、他令和新選組代表山本太郎、そして、候補者である神奈川2区の三好亮にでも結構ですよ。囲み取材を受けてますのでマスコミの方々にマイクを握っていただいております。じゃあそちらの方行きましょうか。こっちで出てるんだったらこっちの返し私たちに向けてもらえます。すいません、ちょっとしんどいわ。
共同通信の安藤です。報道各社 の、 情勢調査が出始めました。まだ序盤ですので、情勢は今後変わるかとは思いますけれども、令和さんに関しては原油利益からの増加というものが見込まれるというような数字も出ています。その受け止めと、あとこれまでの戦いを振り返って、山本代表連日街頭にも立たれているかと思いますけれども、支持の広がりなど、そういった手応えなどあれば教えてください。ありがとうございます。情勢調査ってものが行われてるんですって。これおそらく電話で調査したりとか対面で調査するってやつですよね。共同さん、サンプルいくつですか？サンプル数今回の、はい、各地のすいません、全体のサンプル数についてはちょっと、全体じゃなくていいです。それぞれの選挙区で多分似たようなサンプル数でずっと全国取ってますよね。どれぐらい？1000ぐらい？少なくとも1000はあると思うんです。すいません、今ちょっと具体的な数字分かりました。ありがとうございます。だいたい1000取ってりゃ、ぼちぼち分かるかなと。そこからサンプル数が増えていくごとにより精緻なものになっていくっていうような話なんですね。で、皆さんの電話とかにもかかってきたりしません？情勢調査みたいな、何党に入れますかみたいな話、その話をされてるんです。で、今共同さんですよね。共同通信さんの情勢調査によると、令和新選組の議席増えるってことですけど、申し訳ないんですけど、令和新選組の議席数を当てられる人なんていないんですよ。申し訳ない。これまで幅、0から3とか、それ言ってないのと一緒じゃないですか。それ0から6とか言ってないのと一緒ですよ。そんなの大雑把すぎんねんって話なんです。でね、どうして私たちの票が読みづらいかって言ったら、バックに統一教会とかいないからですよ。バックに創価学会とかいないからですよ。バックにさまざまな団体がいないから票読みなんてできないんですね。つまりは何かというと、この国が変わればいいなって、そういう思いを持ってくれてる一人一人が動いてくださって、私たち令和新選組が今国会議員8人という状態になってっていうふうに広がりがあるんですよ。後ろに何もいない、何かしら基礎不要と言われるものがない上で戦っている、そういう中での話です。で、ちなみにどれぐらい増えるって言ってるんですか？共同の調査からではどれぐらい増えるように話になってるんですかね。今衆議院議員3人だったんですね。そこからどれぐらい増えるような予測になってるんですか？幅があって申し訳ないんですけれども、言ってくださいぜひ。はい、2から3、倍増の可能性があるというライン。倍増つっても3から6ですから、これじゃ足りないんです。衆議院参議院あって、私参議院なんです。で、参議院は6年任期があるから、どちらかというと雰囲気はまだ穏やかなんです。でも私みたいなものに対してはものすごい、攻撃はされるんですけど、参議院はまだ貴族院ですから、もともと上品なんです。衆議院はヤクザなんです。むちゃくちゃ潰しに来るんですよ。で、3人いる国会議員ももう常に潰される危機にあるんです。常に懲罰だったりとか。でも令和新選組みたいに空気読まずに何でもやりますと、徹底的にやりますと、人数少ないから結局徹底的にやってもすぐに排除されちゃうんだけれど、はっきり言って目障りなんですよ。本気で反対してるっていう勢力が少数、その人たちが例えばですよ、この法案絶対まずいって言った時に、たとえ少数でも牛歩してたとしたら、最後まで抵抗できる手段も使わないの他の人たちっていうことになっちゃうわけですね。だからどっちかって言ったら、自民党とかでも嫌われてるけど、野党からも嫌われるわけですよ。余計なことするなと、茶番がバレるだろうと。ある意味で3人でできる幅っていうのはもう限界まで来てます。これが倍になるっていうんだったら、例えばですけれども予算委員会っていうところに、総理入りでテレビが入る、ある意味で多くの方々に対して電波を使って、1% の視聴率で100万人ぐらいの方々が見れることになりますから、そういった意味で倍増することは、悪いことではない。でもはっきり言ったら倍増では足りない。2桁いかしてください。2桁あったらかなりややこしい存在になります。2桁あれば他の政党も私たち無視できなくなる。今だったら潰すってことしか考えてないけど、2桁いったら潰せなくなる。そのために何ができるかってことなんですけれども、ピンクの投票用紙、いわゆる比例ですね、比例、全国から令和って書いていただけるんです。あなたの一票をいただけるのは非常にありがたいけれども、これをぜひ横に広げていただきたい。一つでも多く令和とピンクの投票用紙に書いてくださると、国会の中のある意味での、
炭鉱のカナリア、やばいことが行われているってことに対して皆さんにお知らせする者たちの数が増える。さらにこの数が増えることによって徹底的に与野党の馴れ合いを許さない、その中身をバラすってことを、やれる人数が増えるってことなんです。ぜひご協力いただきたいという気持ちです。倍増ということに対してどう思うかってことなんですけど、どうも思わない、それじゃ足りない、さらにこれを広げていくという努力をしていくだけ、そういうことでした。ありがとうございます。共同さん、令和新選組代表山本太郎、現在マスコミの方々の囲み取材を受けております。じゃあ どちらか、あ、いいですか、先に譲ってあげて、優しい。あ、すいません、週刊文春の木曽と申します。2点あります。1点目は、改めてちょっとご体調についてお伺いしたく思います。まあ、一部ネットでは、まあ、風説でと思うんですけれども、どこもられたんじゃないかというような声も聞こえてあります。そういったところの、まあ、思いであったり受け止めであったり、もしありましたら、お聞かせ願えると、大変ありがたく思います。2点目は、日本保守党が、議席を伸ばしてくるというような情勢調査がございます。この点に関しまして山本代表はどういったお考え、日本保守党をライバル視のようなものされているのかというところも、受け止めなどございましたらお聞かせ願いたく思います。以上2点よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まず体調のことですね。私選挙初日って党代表が第一声みたいなことをやるところにマスコミの方がいっぱい来てくださるんですよ。で新宿で予定してたんです。で前の日にご飯食べて、で家帰って、そしたら何か痒いなと思い出したんです。そしたら体に発疹が出てきてて、まあ大丈夫だろうと、気のせいにしとこうと思ってこのまま寝ようかなとか思ったら、とんでもない範囲に広がっていっちゃって、でまあいろいろ調べたら救急病院どこが空いてるかなってことで自分で運転して行ったんですよね。でまあ注射1本打ってもらったら多分何とかなるだろうと思ったんですけど、申し訳ないんですけど入院した方がいいと思いますって言われちゃったんですよ。はい、アナフィラキシーですね。アナフィラキシーっていうことになりました。で何が反応したのか、自分の中にあるアレルゲンの何に反応したのかってことまでは特定できない状態なんです。逆に言ったら免疫が下がってるっていうか、自分のなんだろうな、体力が低下してる時にそういうようなものと、つながりやすいということらしいんです。はい、そんなことで、まあ第一声飛ばすことになっちゃったんですね。で第一声飛ばすっていうことを夜中の2時とか3時とかにですね、秘書とやり取りしてる時に、これは飛ばす理由をちゃんと言わなきゃ、今日は見たいネトフリがあるので朝遅くなるのでちょっと朝間に合いませんとか、そんなんじゃない、無理じゃないですか、逃げ切れないというか、何か、第一声を飛ばす理由が必要になるってことを考えた時に、もうこれ正直に言うしかないなと思って、それで、入院しましたってことです。で入院はとりあえずですね24時間は様子見なきゃいけないってことを言われていて、少なくとも昼まではいておいてくれって言われたんですよね。はい、なので、第一声には間に合わずってことになっちゃった。まあまあ、もういつからの疲れが出たのかって言われたらもう分かりません。もう10年以上疲れてるからそれ考えたらいつの疲れか分からないから何とも言いようがないです。はい、で体調大丈夫ですかってことですけれども、やっぱり、そのようなこと、要は体力の低下、免疫の低下してるときにそういうものとつながりやすくなって、逆に、免疫の爆走みたいな感じでアナフィラキシーになっちゃうことも今後ちょっと見とかなきゃいけないなってことですね。はい、で、日本保守党ってところに対してどう考えますかってことですけど、どうも考えません。現状今の日本国内においての政治家で保守なんて死んでますよ。そんなもの存在しない、保身です、保身。その保守党と言われるところがどういう考えを持っているのかってことは私は詳しくは知りません。はい、でいろんな新勢力ってものは選挙のために出てくるわけだから、そこに対して一喜一憂とか何かしら、自分のなんだろうな、考え方が変わったりとか何かしら奪われたりってことは、そんなことしません。自分のやるべきこと、そこに邁進するだけなので、新しい勢力が出てくるっていうのは毎回のこと、それ以降その人たちがどういう動きをするかってことによって国会の中に影響を与えることはあるかもしれないが、今私たちができることは何かっていうことですけど、まあ、それは国会の外でも中でも同じです。自分たちのやるべきことをやるだけ。はい、ライバルは自分自身です。はい、ありがとうございます。さあ、というわけで令和新選組山本太郎にマスコミの方からご質問いただいております。じゃあそちらの方どうぞ。朝日新聞の片島といいます。神奈川2区の取材をしているんですけれども、まあ、菅さんは山本さん何度も国会会議されてご存じだと思いますし、まあ、三好さんは山本さんの秘書だったということでご存じだと思うんですけれども、三好さんにできて菅さんにできないことを、逆に、まあ、菅さんにできて三好さんにできないことを、それぞれどのように考えられていらっしゃいますか。ありがとうございます。しがらみがないってことですよ。自民党の政治がしがらみしかないじゃないですか。
しがらみしかないからこそ雇用を破壊したわけでしょ。経団連を中心とするさまざまな企業に対して安い労働力を提供すると、もちろんアメリカからの圧力もあったんですよ。この非正規労働であったりとか派遣っていう部分に関しては日米の関係性で常にそういうことを要求されてきました。安い労働力を拡大しろと、そこに対して派遣労働もさらに拡大しろってことはアメリカからも経団連からも注文をつけられてきている日本の歴史なんです。そういうしがらみのもとに国の雇用破壊してどうなりましたかってことですよ。不安定、給料安い、いつでも首切れる。コロナの時に真っ先に首切られたの誰ですかって言ったら非正規ですよ、派遣ですよ。そんな時にも大変な思いをするような働き方、これ拡大したわけですよ。収入が少なくなって使えるお金が減れば社会に回るお金減っていくんです。結果どうなりましたか。実質賃金自体が下がりました。雇用破壊によって全体にも影響を及ぼした。しがらみによって作られた雇用の破壊ですよね、これって。それだけじゃない、先ほどお話した消費税もそう。直間比率の是正で自分たちの税金下げてもらいたいから別の税を作れってことで間接税、消費税を作った。消費税が上がるたびに法人税は下げられっぱなし。これしがらみでしょ。あなたの社会保障にはその一部しか使われてませんよ、しがらみ以外の何者でもない。でも彼らが議員になりたいためのしがらみ、それで作られた法律でこの国を壊されるって自体が皆さんと関係のない話じゃないですか。三好寮に何がありますかって言ったらしがらみしかありませんよ。あ、違う、逆やしがらみしかありませんよ。何のしがらみかって、この国を変えなきゃいけないっていう本人自身の決意、そしてそれを一緒にやろうという力を合わせてくれる皆さんのしがらみ。なんかこんなこと言ったらややこしくなるな。もうちょい言い間違いからそこから訂正しようと思ったらちゃんと訂正せなあかんな。先ほどのは間違い、はい、三好寮にはしがらみがない、嘘つかない、しがらみがない、まっすぐ、今や国会の中では絶滅危惧種ですよ皆さん。そのような人物を神奈川に区から送り出していただきたい。三好亮でございます。はい、ありがとうございます。さあ、新幹線の時間がもう迫ってまいりましたのでこれでよろしいでしょうか。記者の皆さん、ありがとうございます。れいわ新選組と申します。横浜市西区南区江南区にお住まいの皆さん、神奈川2区という選挙区にあなたはお住まいです。神奈川2区にお住まいの皆さんには三好亮にお力を貸してください。そして比例には全国から比例、ピンク色の投票用紙比例にはひらがな3文字で令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。お力貸してください。ありがとうございます。突破させてください。あの妖怪の村を私たちに返させてください。ありがとうございます。